その時こう冷静の血が流れたところ冷静坂という坂があって、ちなみにそれを演じた宮本優子君はかつて同じような広島で冷静坂をバイクで激走して広島機動隊と戦った、たった一人で立ち向かったというね逸話を残しております。どういうことなんだよ。この話をした時にもう宮本先生はもう僕が演じる縁にあったんだという話も、だけどこれ面白いのは実は須江隆史さんとこの明さんは偶然ですよ、実は血がつながっているんです。最初に話をしてまあオファーをしたに、こういう人ですって言ったら、実は調べてみると遠い親戚です。ということで、ものすごく感じました。はいはいはい。すごい素敵ですね。そうそうそう。かたやね、冷静高って僕も同じ坂で激闘をやり合ったやり合ったというこの逸話が残るわけです。